日本橋ポンドルイノの、湯原健と申します。チョコレートシフォンケーキの作り方をご紹介します。で今日は、シフォンケーキの型がなくてもできる紙コップ、これを使って焼いていきます。今日チョコレートを入れたシフォンケーキなんですけど、結局チョコレートを入れなければプレーン のシフォンケーキができると。まず最初に卵黄、これを、軽くほぐして、で分量の、砂糖の3分の1ぐらいですね、入れていきます。で砂糖入れたら手早く混ぜないとダマができてしまうんで、手早く混ぜます。で砂糖が溶けて、こう少しこう空気を含んで白っぽくなるまでよく混ぜます。こうちょっと白っぽく卵が、砂糖はもうしっかりこう今溶けて、こう卵に空気を含んだ状態ですね。もったりとちょっとしてきた、これぐらいの状態までよく混ぜます。はい、そしたらここに、お水と、牛乳、オイルですね、これを、ゆっくり入れていきます。次メレンゲを立てていきます。先ほどの残りの砂糖ですね、入れます。でまた砂糖入れたらすぐ混ぜないとまたダマができてしまうので、砂糖入れたらすぐ立て始めます。ちなみに今手でやってますけど、ご家庭でハンドミキサーがある方でしたらハンドミキサーでも全然構いません。メレンゲはもう本当に角が立つぐらいですね、しっかり立てて、であまりこう立てすぎてしまうと今度離水してきてしまうので、そこだけちょっと気をつけて、こうそれだとまだですね、もうちょっとですね、こう上げた時に角が立つぐらいまで立てていきます。もうこれぐらいで、本当に目安としてはこう開けた時に角が立つぐらいですね、ピッと。であまりこれ以上やりすぎちゃうと離水してきちゃうので、これぐらいで止めます。では、合わせていきます。今回、粉とメレンゲはちょっと交互に入れるような感じでやっていきます。で、ベーキングパウダーと、小麦粉一緒にしてあります。大体3回ずつぐらいに分けて、もうちょっと粉入れたらダマにならないように気をつけながら、ちょっと手早く混ぜます。でそこに、先ほどのメレンゲ、大体3分の1ぐらい、
最初しっかり混ぜ込んじゃって大丈夫です、メレンゲ。まあ、最初に粉、あのメレンゲだけ、先ほどの卵のベースの中にメレンゲだけ入れてしまって、最後に粉全部入れても大丈夫なんですけど、まあ、この方がちょっと丁寧にこうしっかり混ぜ込めるので。最後入れます。はい、最後マヨネーズ全部入れちゃいます。まあ、最後はちょっとこうさっくり合わせる感じですね。で、刻んだチョコレート、これも本当合わせるだけですね。最後はここまで来たらもうゴムベラで混ぜます。で、まあ、シフォンケーキのすごくいいところは、型に、まあ、今日紙コップですけど、型にこう、オイルを塗ったりとか、バターを塗ったりとかいうことはしなくていいんで、すごく簡単に、焼けると思います。大体、今回の分量で、少し大きめの紙コップで6個から7個ぐらいですかね。まあ、紙コップの大きさによってちょっと変わると思うんですけど、で何回かに分けてこう入れていきます。生地のこう均一性を取るために、一つに一気に全部に入れるよりもこう何回かに分けて入れていった方が膨らむので、紙コップいっぱいまで多分生地を入れてしまうと、もう焼き上がった時に溢れ出してきちゃうと思うんで、だいたいカップの7分目ぐらいから8分目まで入れてしまうと、ちょっと生地が溢れ出してしまう可能性があるので、だいたい7分目ぐらいに止めておいてもらうとちょうど良い感じかなと思います。でちょっとここで一瞬空気を抜きます。でこれでオーブンに入れていきます。オーブンの癖とかによってなんですけど、まあ、大体180度のオーブンで、16分ぐらいですかね。まあ、目安として大体それぐらいを目安に、で大体8分ぐらい経ったらこう前後を返して、なるべくこう均一に火が当たるように、まあ、できればその半分の地点でこう前後ろこう回した方がこう綺麗に焼き上がるかなと思います。では入れていきます。では、焼き上がった、シフォンケーキです。ちょっとこう逆さまにして置いといてもらった方がいいかなと思います。まあ、これより、膨らんでくるんですけど、逆さまにして保存しておいた方がしぼみが少なくて済むので、で、まあ、ある程度冷えたらもう縮みがなくなるんで、冷蔵庫に入れるなり保存は全然大丈夫です。紙コップってこう結構簡単な作りでこう 巻いてあるんで、これを外すと綺麗に感じで、で今日まあ本当にシンプルにこれを
まあ、このまま乗せて上に クリーム乗せてもいいんですけど、ちょっと今日は、少しクリスマスのなんかデザートで出てきたらいいなみたいな感じで、バレンタインとかあのクリスマスとか、まあ、なんかこうお誕生日でもいいですし、少しこう華やかな場面でお出しするときにはちょっとフルーツ、その時、まあ、今日はイチゴですけど季節のフルーツ、結構シフォンケーキだと何でもあの合うと思うんで、今日ちょっとこの半分というかちょっと3分の2ぐらいまで包丁入れて、クリームですね、クリーム、砂糖、クレームシャンティっていう、まあ、本当にシンプルにクリームに粉糖を入れて混ぜたものです。これをちょっと、散らして、まあこれはなくてもいいです、粉糖もしあれば飾りでこうかけてもらうと可愛いかなと。こちらで完成です。